話で何年かも覚えてないんですけど、11年間で1回だけあのファールをして PK 与えたことがあったんですよね。11年間で1回だけ、まあなんなら人生でも1回しかないぐらいかな、多分 PK になるようなファールをしたのは。だったから、あの時の申し訳なさとかがもうめちゃめちゃ残ってて、唯一、まあ優勝した時とかは泣きましたけど、唯一悔しくて泣いた試合がその試合だったかなっていうのを覚えてて、それが一つです。2017年の優勝決まった試合とか出てなかったけど、怪我で、あの時はなんかすごい、まあ嬉しい、まあ、一言で言ったら嬉しいなんだけど、いろんな感情が込み上げてくるっていうか、まあ嬉しいもそうですし、なんだろう、ちょっとホッとしたとか、なんかいろんな気持ちになってて、なんとも言えないですけど、自分の心の中にはすごい残ってる試合だなとは思いますね。2020の優勝の時はアウェーで行ってなかったから、ちょっと画面越しだったから、ちょっとそんなあれだったんですけど、そうだな、2016の天皇杯のフロンターレで僕が決めた、まあ、個人的な話にはなるんですけど、あのシュートっていうのは自分の中で結構キーポイントっていうか、あれを決めることによってなんかすごい自信を持てたし、それからのサッカー人生本当に自分を信じてやれたので、あのゴールっていうのは自分の中で大きかったかなと思います。初めはプロじゃなかったから、働きながら、まあ、夕方5時から夜の10時まで働きながらやるっていうのは、体的にはすごいしんどかったなっていう記憶があって、ただ気持ち的には何か本当にやりたくないとかそういった気持ちじゃなくて、なんかね、仕事って自分のためになるんだなって思えるようなことばっかだったので、そこに関しては、今社会人1年目ですけど少し役に立ってるのかなっていう感じがするので、非常に体がきつかったですけど、まあ、あの時期があってよかったなっていうふうには思ってます。で、下に落ちてるこのあれでくるっとやって穴に入れて、多分いろんな人がいると思うんですよね。サッカーを続けたいのに続ける場所がなくて悔しいまま辞めていく選手とか、本当にやりきったと思って辞めていく選手、いろいろあると思うんですけど、僕の場合は契約満了を告げられて、正直肩の荷が下りたような気持ちになり、ただそれと同時に少しまだサッカーを続けたいという気持ちもあったんですけど、他のチームでサッカーをしている自分っていうのがあんまり想像できなかったっていうのもあったので、その中途半端な気持ちで他のチームに行ってサッカーするのも失礼なんで、ここででしょうと思ってましたね。特にサッカーに対する未練っていうのはなかったですし、これからもブラウリッツのために選手以外として貢献していかなきゃいけないなっていうのは引退するときは思ってました。両親に、まあ、引退するっていうのを伝えたときはもうシンプルにお疲れ様っていう、今までなんか俺がサッカーやっていろんなところに連れてってもらっていろんな思い出ができたから逆に私たちも感謝してるみたいなことは言われましたね。まずブラウンブリッツが来た
は、まあ、僕を選手としても人間としても成長させてくれたものですし、それをなんとかこれから返していかなきゃいけないなって思っているところではありますし、秋田っていうところではもう秋田に来て12年にもなりますし、正直佐賀よりも地元感があって自分のふるさとって言ってもいいんじゃないかなっていうような感じにも思っているので、まあ僕の好きな土地ですかね。まずは怪我しないことですよね動いてないからいや、まあ今のブラブリッツ秋田があるっていうのは今いる選手たちのおかげだけではなくて、過去いろんな選手がここにいて、いろんなスタッフがいて、多くのものが積み上げられてきた上での今の結果なので、そういった過去うちに貢献してくれた選手の姿を、楽しんで見てもらえたら、そしてブラブリッツの歴史を少しでも感じてもらえたら嬉しいなと思うので、そういった機会になればなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ブラブリッツ秋田に関わる全ての方の全員力を結集して秋田一体となって戦ってくれることを願っています。そして最後に We are 秋田、11年間ありがとうございました。